相場を動かしてるやつって2種類しかいないんだよね。AI か。それ以外か。はい、ということで、えー、皆さんこんにちは、こんばんは。えー、ゆうちゃるちゃんです。はい、ということで、今日は、えー、相場を動かしてる大口たちの、えー、注文はほとんど AI によるものなんですけど、その AI のトレードパターン、注文パターンっていうのを解説していきたいと思います。はい、で今、これ表示しているのが、えー、ドル円の1時間足なんですけど、 このチャートをパッと見ただけでもね、あの、あ、AI の注文入ってるな。これが意識されてるなっていうのが、この動画を見終わればわかるようになります。そしたらね、早速いきたいんですけど、えっと、最初、スライドを用意してるんで、そっちを見ていきます。で、昨日ね、スキャルピングをやってたんですけど、僕はスキャルピング30万チャレンジっていうのを、収支公開型でやらせていただいてて、で、 えー、昨日このトレードしている中でその AI のパターンを使ってトレード、えー、していきました。はい、で、まあ、結果は全勝だったんですけど、えー、昨日の収益は34,500円で、えー、トータルの収益がプラス26万。えー、と30万チャレンジ、30万の拠金で始めて、えー、今トータル収益プラス26万なんで、もうちょっとで倍なんですよ。2倍までもう少しっていうことで、ね、これが昨日の、えー、と利益ですね。11時過ぎ、11時半ぐらいから、えー、トレード始めて、多分朝の 気づき的には今日の午前4時ぐらいまでやってましたね。はい、3万4500円。で、証拠金が今56万に増えてきて、もうちょっとで倍です。頑張りマップ。で、どんぐらいの期間でってよく聞かれるんですけど、えっ、ー、と、スケルピング30万チャレンジ始めてから、今開始から66日経ってます。えっ、ー、と、開始したのが2月4日からなんで。はい、なんでまあ、66日なんで、まあ、えー、と2ヶ月ちょっとですよね。はい、で、まあ、証拠金がもうちょっとで倍になってくるところ。 まだ油断せずにね、はい、減る日ももちろんありますからね、はい、油断せずにいきます。で、あとでね、エントリーポイントとか、えー、とも、えー、と示していくんで、それと照らし合わせたい人は、えー、これ、この損益画面も参考にしてください。で、これマイナスになってるところもあるんですけど、マイナスになってるところは基本的に難品したところですね。この画像の下の方なんか、マイナス487円かなと、プラス7000円が、もうこれでワンセットです。 難品しててるんででトータルでプラスに持っいいくっていう、はい、なので、トータルでマイナスになった、えー、ポジションは1個もないです。はい,っていうところですね、うん。です。で、エントリー根拠として何を使っていったかという話なんですけど、AI の,その注文パターン、トレードパターンというのは、これは、えー、トレンドラインに現れます。トレンドラインです。トレンドラインです。まあ、僕は、えー、と斜めの概念と呼んだりするんですけど、斜めの概念が、えー、その AI, に AI のコンピュータに、えーにプログラミングされています。はい で、実際にチャート見た方が早いんですけど、えっ、ー、と、これがエントリーと、えっ、ー、と、決済ポイントを表した、えっ、ー、と、昨日のね、スケルピングの、えー、エントリーと決済ポイントを表したものになるんですけど、えっ、ー、と、さっきの損益画面と照らし合わせてもらえれば、あの、照らし、あの、一致します。で、えっ、ー、と、このユーロドルの1分足なんですけど、1分足の中でこのトレンドラインが多く引かれてますよね。いろんな傾きのものが。で、これらが、え地、ー、球一、いろんな、この傾きのトレンドラインを、あの、 もうインプットされてるんですよ。プログラミングされてて、でそれを指標にして、それを軸にして、値動きっていうのが行われてるんですね、はいで。それを読み取ってやっていくってところです、はい。この話をするのは初めてですね。で、なぜトレンドラインなのかっていうのを皆さんに、えー、と理解してほしいんですね。そうすれば、えー、実際にトレードするときもエントリー根拠として、自信を持ってトレードできますよね。うん で、まず相場を動かしているのは、えー、大前提として大口ですよね。で、我々個人トレーダーが動かしているわけではないです。えー、よくね、多数決の原理が働いて相場が動くみたいなことを聞くと,思ってるあの聞くと思うんですけど、あれは嘘ですね。っていうのも、だって個人トレーダーが動かせる、ね、人口的には多分、大口のトレーダーって限られてるんで、人口的には世界全体を見渡したら、えー、個人トレーダーの人口の方が多いはずです、そりゃ。 でもそれで多数決でじゃあ個人がみんな買いだって言ったら上がるのかって言ったらそれは嘘ですね。ね。じゃあ100人の個人トレーダーがみんなが買ったとしてもその100人のトータルの資産のね、何十倍何百倍と思ってる大口が1人ポンって売ればその相場って下がりますよね。そう。だから多数決じゃなくて資金量で決まるんですよ。で、相場を動かしてるのは大口です。大口っていうのは例えばファンドとか機関投資家とか あとは銀行ですね、はいまあ、銀行はみんなのお金預かってるし、えー、ファンドはお金持ちのお金預かってるし、基、ま、幹、あ、投資家というのはまあ保険会社とか、えー、あとは年金機構だったりするんですけど、まあ、みんなの年金とか、えー、と保険料を預かってるじゃないですか、ね、毎月の。だからそれってあの個人の人が <laughs> 持ち得ない桁の額で運用してるんで、それは彼らの注文。 には勝てないですよねね当然ねはいでそういう相場を動かしてる大口たちのトレードの大部分っていうのは AI なんですよ。これ知らない人は知らないと思うんですけど、例えばえーとゴールドマン・サックスってみんな聞いたことありますか多分日本人が一番知ってるアメリカの銀行だと思うんですけど、正確には投資銀行って言ったりします。投資銀行。投資するって言ったりするじゃないですか。ね皆さんも FX とか株投資してますよね,ね。投資銀行って言ったりします。日本の銀行とはあのアメリカの銀行ってちょっと変わるんですよ。 なんでかっていうと、アメリカには、あの、証券会社っていうものが存在しないんですね。えっ、ー、と、皆さんは、えー、FX やってる人ほとんどだと思うんですけど、まあ、証券会社で証券口座を作って、それで運用してますよね。うん、なんだけど、えー、アメリカっていうのは証券会社ないんで、証券会社と銀行が一緒になってるんですよ。ね、そういうのを投資銀行って言ったりします。はい。なんで、投資銀行っていうのは、すごくあの、相場を動かしていく上で、えー、めちゃくちゃ大事になります。はい。で、その中でもすごい有名なゴールドマンサックスなんですけれども、実はですね、 トレーダーの数を、まあ、2000年代には500人、600人いたトレーダーの数が今は2人から3人と言われてます。これ結構えぐくないですかいや、てかこれぶっちゃけ近未来だと思いますよ。まあ今ね、あの新型変異の影響で、まあ、その自粛期間じゃないですか。ね、で、えーまあ、これ収録してるのは2020年の、えー、と4月、今日が10日かな、うん、なんですけど。 まあ実際にこういうことが起きるんですよ。結局 AI の方が機械的にやってくれるから24時間やってくれるし、AI に給料を払う必要ないじゃないですか。で、人為的なミスも発,発生しないじゃないですか。人ならではのミス、発生しないじゃないですか。もうだから、そのゴールドマサックスの,あの経営幹部たちも、やっぱりあの AI にしたいんですよ。で、これはもう、あの日本を含め世界中のすべての会社の経営者が思ってることなんでね、はい、もうこれは近未来に同じようなことが他の業種でも起こりますよ。うん、で、 その中でね、まあ、AI のトレードがもう全盛期なんですよ、今は、ね。で、その大口っていうのは大多数存在してるんですよ。なんか大口,大口って聞くと、なんかこう、まあ3つか4つぐらいかなみたいなイメージが生まれると思うんですけど、大口は多数、大多数存在します。ね、あの、さっき言ったファンド、機関投資家、投資銀行、ね、機関投資家っていうのは、えー、保険会社とかさっき言った年金機構ですね、みんなの年金を運用してる。皆さんが払ってる年金って、あのそ,のそのうちの10%は運用に回されてあの、国が、日本っていう国が、あの 独立行政法人という形で、やっててます。す運用してるんですよ、ねで。こういった大口って多数あの存在するわけですよ。ファンドなんて世界中にあるし、日本にもいっぱいあるし、ね、銀行だって世界中に、ね、日本にもいっぱいあるし、世界中にいっぱいあるじゃないですか、ね。で、機関投資家だって日本の年金機構だけじゃないし、例えばカリフォルニアのカルパースっていう年金機構もすごいいっぱい。 運用であの運用額大きいですからね。で、保険会社もいっぱいあるじゃないですか。ねだから大口って多数存在するんですよね。で、それぞれの思惑でみんなトレードするわけですよ。だからそうなってくると、そうなってくるとね、えー、まあ個人トレードだと一緒ですよ。みんなが自分勝手に思い思いのところでトレードするわけだから、なかなか意見が一致しないんですよね。うん、でも、それって困るじゃないですか。ぶっちゃけ、 もう勝ちたいと思ったら、儲けたいと思ったら、正直、まあ、談合するのが早いわけですよ。ね、談合っていうのは、だからそういえば、もう、ゴールドマンサックスと、じゃあ、例えメリルリンチとか投資銀行同士で、お前どこで売るみたいな。日経どこで売るみたいな。2万で売るちょっと上 ?2 万 700? いっちゃうみたいなで。そうやって、示し合わせちゃえば、大口同士が示し合わせちゃえば、もう簡単に個人を損切りさせて、大きく動かして、儲けることができるじゃないですか。ね まあぶっちゃけ昔はこれ頻繁にやられてたと思うんですけど、想像の域ですけどね。でも今はもう厳しいんで、例えば電話とかメールとかしたらそれ履歴に残っちゃうじゃないですか。インサイダー取引とかはもう今厳しいんで無理なんですよ。いわゆるインサイダー取引になっちゃうじゃないですか。で、その代わりに今、この暗黙の共通認識っていうのが使われてるんですよ。暗黙の了解、暗黙の共通理解。これがさっき言ったトレンドラインなんですよ。トレンドライン。AI にトレンドラインが、えー もうあのシステム化されてるんですよね。プログラミングされてるんですよ。で、さっきのチャートを見てもすごい反発してるじゃないですか。えっ、ー、と、さっきのこの1分足、ゆるだの1分足ですね。これ、あの、チャートにね、あの、なんかさっきね、チャートをなんか、あの、タブの,あの戻るボタンを間違えてあの押しちゃって、そしたらこの丸と矢印がね、消えちゃったんですよ。マジショックでかい。一応スクショしておいたんで、なんとか助かったわって感じなんですけど。はい。 で、これ、いろんな傾きで赤のトレンドライン引いてありますけど、ね、はまってるじゃないですか。ね、そこできれいに反発してるじゃないですか。ね、でそこでエントリーしたり、それを根拠に理解、えー、をしたりっていうところなんですけど、で、どう見ても、このトレンドラインがやっぱり意識されてるのはもう自明ですよね。で、その中で、あの、結局、大口の AI がやってるわけだから、こんだけやっぱ機械的にパターン化されてるのって、やっぱり AI の動きなんですよね。うん、で、ここまでの説明で、あの、 多分皆さんの中にね、疑問が生まれてるんですよ。あー、なるほどねと、と、うん。トレンドラインなんだって。え、ちょっと、ゆうちゃりちゃん、水平線はどうなのみたいな。思ってますよね、多分んね。ね、うん、別に水平線が意識されてないわけじゃないです。でも、水平線よりもトレンドラインの方が圧倒的に意識されてるなってところなんですよ。これは特に短期トレードの場合です。特に、特に短期トレードの場合。長期足の水平線とかは、めちゃくちゃそれは意識されてるし、絶対基本的な プログラミングとして、システムとしてプログラミングされてるはずなんですよね。AI にプログラミングもちろん水平線もされてはいるんだろうけど、ただ、水平線での反発って、なんていうのかな、もう、そもそもその水平線で反発させなくても、なんて言えばいいのかな、あの、ある、あるまるによるもので、普通に起こるものなんですよね、これって。 まあもちろんそれもね AI が大部分やってるわけだから AI にプログラミングされてはいるんですけどそもそも何て言えばいいのかな秩序がないじゃないですかだってそういうさっきのトレンドラインみたいなそういう共通理解がないとあっち行ったりこっち行ったりしちゃってもう何て言うのかな秩序,秩序がなくなっちゃうじゃないですかだから大口が持ってきたい方向に持っていけなかったりするわけじゃないですかねかそうなってくるとやっぱトレンドラインなんですよで水平線っていうのはその秩序にはなるんですけど水平線が秩序,秩序感じた 地図として働くときっていうのはまるが行われたときなんですよ。で、これをちょっと皆さんに考えてほしいんで、水平線でも当然反発するじゃないですか。ね、反発するね。大事な水平線にタッチしたらあの反発するじゃないですか。これがなぜ起こるのかっていうのは、はい、皆さん、一回この動画を止めてもらってコメント欄に書いてください。自分の考えでちゃんとね、自分の考えで書いてくださいね。どうしても、どうしても自分じゃわからないっていう初心者の人はいいけどね、ね FX 始めても えー、半年以上は経ってるよとかね、そういう人っていうのはもう絶対自分で答えなきゃだめですからね、自分で書いてください。ちょっと皆さんがコメントしていただいたら僕は溝を飲みます。はい、お答えいきます。答えは、えー、コメントしてもらったんで、答えはね、決済です。決済、うん。決済なんですよ、水平線で 決済の目印なんで、すよね、うん、でこれ以上、例えばチャートで具体を出したいんですけど、えー、とそしたらドル円の、えー、と1時間足ね、ちょっと見ていきたいんですけど、この1時間足で、えー、ちょっと皆さんあの、別にコメントとかしなくていいんで、あのどこに一番いい水平線引けるかなって、ちょっと自分で考えてみてほしいんですけど、ちょっと待って、ごめんなさい。これね、あの実はテイク2なんですよで。テイク1の時に引いたこのピンクの水平線が消えてなかった。<laughs> 消えてなかった。<laughs> いやーお茶目な面もあるんですよ。はい、ちょっと皆さん、ちょっと、あのー、お茶ゃな、僕のお茶目なところに、ちょっと、いいねボタンください。今、いいねボタン押してください。ふぅ、押しました。今押してね。今押してください。もう、あの、ここまでねあ、勉強になったのは知らないこと知れたなとか、トレードに勝ちそうだなと思ってくれた人は、ぜひ、いいねボタン押してください。今押して。OK、ちょっと気を取り直してやっていきます。<laughs> ああもったいな。まあ、いいや。で、えっ、ー、と、このピンクは水平線、明らかに意識されてますよね。っていうのも、ここで、えー、レジスタンスとなってる。で、上にブレイクした後、ここで、えー、サポートされてますよね。これダブ、ダブルボトムですね。で、ここで、えー、レジスタンスに切り替わってると。はい、えー、反発しますよね、しっかりね。うん。で、基本的に、水平線にタッチしたときって決済が行われてるんですよ。例えば、えー、この上がってきてる過程、ここ。 ここでちょっと下げてますよね。で、ここの下げっていうのは、主に利確の売りなんですよ。ね。あ,あ大事な水平線に立ってしたから、えー、利確しておこうっていうね、うん。で、その後ですね。その後、あブレイクしましたね。ここで押し目買いがしっかり入って、ブレイクしました。おーっていうとこなんですよね。うん、で、ここは、まあ、利益確定と、えー、そんまあ、高値圏で、えー、高値掴んじゃった人たちの、えー、買いの損切り。ね。あとは新規の売り。なんかでこうやって下がってくるわけですね。 下がってくる、うん、で、ここで、お、えーまあ、しめ買いも入ってくるんですけど、ここの2つのこのダブル、えー、ボトムですね、ちょっと1回、おいかい消して、ここのダブルボトム、ここでのこの反発って何を意味するかっていうところなんですけど、ここで皆さんに覚えておいてほしい概念があって、あの縦値決済ですねあの、大口たちって縦値決済結構やってくるんですよ。うん、っていうのも、 ね、またなんかチャート消えるかと思った。<laughs> えっとね、ここのさっき利,利益確定の売りが出たところ、ここあるじゃないですか。で、ここって新規で売ってる人たちもいるんですよ。ね、ああ、ここの水平線硬いなと思って。ね、でも、バックこも踏み上げられて捕まったな、捕まるっていうのは含み沿いになるってことです。でもそこで決済しなかったりするんですよ、大口って。ね、個人だったら絶対損切りじゃないですか、こんなの、うん。でも、そのまま握ったりするんですよ。で、ここで。 例えば、あ、こうやってダブルトップができたなで。そこでもうガンガン売りますんですよ。で、売りまして、ここまで持ってくるんですよね。この意識されてる水平線まで持ってくるんですよ。で、ここで、あ、みんな他の人も買ってくるだろうから、ここで決済の買いなんですよね。もうここの売りのポジションたちは損切りで決済。売りの決済は反対注文だから買いですよね。うん、で、かつ上から売ってるポジションは利格、利益確定ですね。 で、決済の回でこうやって上がってるんですよね。うん、こういうことをあの結構やってきます、ファンド系は。うん、でもあの、皆さんはあの真似しないほうがいいです。真似しないほうがいいです、うんまあ。あとはドル円なんで、この上のレートっていうのは、あの高いところはあの輸出企業がドル売りし,たりしてきたりしますね。うん、輸出企業はあの、物を輸出して、その、えー 売ったものを、まあ、例えばトヨタ自動車だったら、自動車を外国で売って、でその売り上げを、えー、ドルとしてもらうんで、アメリカのドルとしてもらうんですよ。それは、えー、と相手の貿易国が、まあ、アメリカじゃなくても、基本的にアメリカのドルでもらいます。はいね、でそれを、えー、ドルだけ持っててもしょうがないんで、日本の企業なんでね、トヨタって。だからドルを円に変えなきゃいけないんで、それってドル円のショートなんですよ。ね、ドルを売って円を買うわけだから、ね。だからそれはドル円のショートなんですよね。だからそういうのもありますけどね。うん だからこういう、何が言いたいかというと、この水平線というのは意識されるレジスタンスサポートというのは決裁ポイントなんですよ。それは損切りだったり、利確だったり、縦に決済だったりするわけですね。で、こういうのが、もちろんこれも AI がほとんどやってることなんで、あの、AI にプログラミングもちろんされてはいるんですけど、ただ、その、でも、なんていうのかな、全部がじゃあ水平線だったら、 っていいう話をしたいんですけど全部が水平線だったらってみんなちょっと想像してみてほしいんですけどね、うん。AI のプログラミングをね、えー、水平線ももちろん組まれてますよ。あそこで決済しようとか、あの縦に決済しようとか、そういう作戦も絶対プログラミングされてますよ。でもですよ、水平線をベースにして組んでもいいんですけど、ただ、そうすると、いかん線んバレやすいですよね。わかりますかだから皆さんよくその水平線自分で見つけてみて、あの そ,こそれを根拠にトレードした経験誰でもありますよねでもうまくいかないことの方が多くないですかぶっちゃけ。長期足で意識されてるさっきみたいな、まあ、あれだけで意識されてる水平線だったら話は別ですけど他のちょっとした水平線って簡単に魂に合いますよね。うん、そうだってそんなの、ね、反応点が例えば23回ちょんちょんちょんで3回とか反応した水平線とかをプログラミング組んじゃったらそれをベースに。 主なプログラミングを組んでしまったら、もうバレやすいじゃないですか。個人トレーダーを任さなきゃいけないのに、大串とか、まあ、あとは他の大串も任さなきゃいけないのに、そんな単純なことやったらバレやすいんですよ。ね、そうでしょ。ね、だパターンが分かりやすいじゃないですか。その水平線で、ああ、ここに当たったら、みたいな。ここに当たったら逆張りね、みたいな。そんな誰でも勝てるじゃないですか。ね、だから違うんですよ。ね そこでね、水平線だとバレやすいから、そこで斜めの概念が出てくるんですよ。斜めの概念が出てくるんですよ。ね。だから、傾きのデータっていうのをプログラムにえ組み込むわけですよね。うん。それによって、個人トレーダーは、え、ちょっと待ってみたいな。あれ、なんでこの,この水平線見てたのに、なんで違うところで反発すんのえ、ってか、何この水平線意識されてないじゃんみたいな。俺はこれをトレード根拠にしたのに、どういうことみたいな。やべー。わけわかんねー。つって、まあ、こういう状態になるわけですね、う。ん で,で、えっ、ー、と、これ、トレンドラインの話に戻ります。もう、えっ、ー、と、水平線じゃなくて、メインはトレンドラインで、えー、行われてるよっていうのを、えー、ベースに、えー、考えるべきです、ね。っていうのも、じゃさっきの、えー、っと、これ。このトレンドラインの <laughs>、短期がね、水平線だけで、あの、意識される、水平線だけで動いてたら、こんなになんか、高値安値が、なんていうのかな。 うゃうじじゃゃしてないわけですよ水平線に綺麗に収まってたりするはずなんですけど水平線ももちろん引けますよ当然でもやっぱ難しいんですよね特に短期トレードであればあるほどでだから波を分解して短期足にしていけばしていくほどもう傾きなんですよ斜めの概念なんですよ、ね、だから基本的に水平線は長期足のものすごく意識されてる決済ポイントさっきの1時間足で見たあそことかああいうレベルじゃないともう見,見る必要ないですねはっきり言って 基本的に短期トレード、スキャルピングとかデイトレードに関してはもう斜めの概念ですよ。で、これはスイングの時も、えっ、ー、と、<laughs> スイングの時はもちろんあの長期足、その水平線引きますけど、でもそれも、あの、何て言うかな、斜めの概念と合わせて考えるべきですね。それも。うん、当然ね、うん。です。だから斜めの概念。 だから水平線だけだったら多分みんなわかるしみんな勝てるんですよ。だからそんな都合の違反しないんですよ。だから斜めの概念っていうのを今日とにかく新しく覚えてほしいんですよ。皆さんに。で、これはやっぱり AI が絡んできてるってところですね。うん。OK。そしたらさっきのスライドに戻りたいんですけど、どこだここかなこれだ。ね。あわけわかめってなるんですけど、でっトレンドラインなんですよ、そこ。トレンドラインを覚えてくださいね。で、トレンドラインを根拠にトレードしても、やっぱりそのたまに騙しってあるじゃないですか。ね その意識されてるトレンドラインがえあったんだけど、ずっとそこで反発してたんだけどおブ、ブレイクしたブレイクしたと思ったらまた戻ってきたりとか、あれなんやねんって話じゃないですか。なんですけど、これはさすがにやっぱトレンドラインでも同じ傾きをずっと使ってると、やっぱパターン読まれちゃうんですよ。それをやっぱりあのプログラミング組んでる人たちも分かってるんで、う。ん で、その、プログラミング組んでる、AI のプログラミング組んでる人ってめちゃくちゃいっぱいいるんですよ。あの、さっき大口でトレーダーが、5、えー、500, 600人が2、3人になったって話したじゃないですか。でも、トレーダーを2、3人にした代わりに、例えばゴールドマンサックスは、何人だっけなもう数百人確か例えば、確かね、400人ぐらいだと思うんだけど、400人のプログラマーを、えー、IT のね、人を雇ってるんですよ。だからその人たちが組んでるんですよ。ね。で、その人たちがパターンを読まれないように、ね。 まあ、おそらくですけど、えー、まあ、おそらくっていうか、まあ、でも、ほぼ間違いないです。これは、何回かに一回、そのトレンドラインに対して、〇〇を遅らせるんですよ。〇〇を遅らせるんですよ。で、これちょっとチャートで具体例出した方がいいな。ちょっと待ってね。例えばですけど、まあ、さっきのこのチャートで言ったら、えー、っと、もう、いい感じに、この赤のトレンドライン、三角持ち上げて、もう引けてるわけですよね。でも、 もともとこっちが意識されてたんですよ。わかりますかもともとはこっちが意識されてるんですよ。うん、で、このトレンドラインが、ここで一回騙しがありますよね。この上髭でで、ね。これを何回かに一回挟んでくるんですけど、これってめちゃくちゃ簡単なんですよ。プログラミングで、えー、あー間違いない。あぶねあぶね。また答えを先に言ってしまうとこかしたね。何回かに一回、丸○を遅らせればいいんですよ。はい。 これ何だと思いますかちょっとコメントしてください。はい。皆さん、勉強ですよ。はい、えー。せっかくこうやって、あの、多分自宅にいる人が多い時期だと思うんで、あの、ここで勉強しましょう。やっぱりね、あの、学校のテストみたいに、あの、答えて、答えてもらえないんですよ。トレードを自分がしたときに、なんで勝ったのか、なんで負けたのか、これ答えもらえないんで。恋愛と一緒ですよね。ね、告白して、なんでダメだったのか、えな、ー、んで振られてしまったのか、あるいはなんで付き合えたのか、ね。告白してないけど、なんで、 うんなんで試合できてしまったのか、あるいは試合ができなかったらなんでだろうとか、女の子、答えを教えてくれないですよね、女性の方ってね。教、う、え、んまあ、るわけにいかないですよね、そんなのね。<laughs> はい、それと一緒です、ねうん。就職の面接とかも一緒ですよね。ねだでもあの、しっかり今はこうやって動画として勉強できるんで、しっかり自分の答えを出してみてください。はい、ちょっと水飲みます。 OK。はい。答えいきます。答え、理覚ですね。理覚です。理覚を遅らせればいいんですよ。さっきのチャートで言ったら、よいしょ、えー。この白いトレンドライン、これ聞いてるじゃないですか。あ、白いトレンドラインじゃない。赤のトレンドラインですね。これ聞いてるじゃないですか。で、それまでは、ここで、買いのポジションを理覚してたわけじゃないですか。ね。上げて、 ここにトレンドラインにタッチしたら、利確して、まあ、新しくも売って、またここで利確してってね。で、みんながそれに気づき始めるんですよ。で、そこで、騙しがいがある局面になってくるんで、ここで、会員のポジションをちょっと長く持つんですよ。で、決済、決済のタイミングを遅らせて、で、また決済で下げるんですよ。で、そうすれば、えこの、ここで、 機械的に、あ次もここで売りが来るなとか思って、ここで売った個人のトレーダーたちが、えー、あれやばい上がっていっちゃうこれブレイクだと思って、損切りするじゃないですか。ね。で、その分儲けて、で、そっから自分たちは下げると。ね。だって、ここの、今の意味わかりましたここで AI たちは買ってるわけですよ。大口の AI は。で、理覚をわざと送らせて,て、しないんですよ。理覚を。で、理覚しないでおくと、 ここで売った個人のトレーダーたちが勝手に損切りしてくれるんですよ。で、売りの損切りって反対注文だから買いじゃないですか。だから勝手にその買いの分こうやってレート上がってくれて、その分大口の AI たちは、えー、ロングの含み益、あの利幅、利益の幅が増えるんですよ。ね、で、そっから利確して、かつ新規で売って、またバント下げるっていう。言ってみて分かりました。今の分かんなかった人は10回ぐらい聞いて、10回ぐらい聞けば分かるよ。うん、まあ貸し上ったらやるよって話です。はい。 です。だから、遅らせればいいって話なんですよね。うん、これはめちゃくちゃ本質的な、ね、話をしていると思います。まあ、ここまで,でね、あのー、マジで勉強になると思ってくれてるそこの後は、適いのいボタンを押してください。すぐを押して、プレスュートボタンなら、なら <Now! S 2> !OK。そしたら、えーと、それで戻りますね。そろそろ、えー、強佳境です、はい。で、チャートっていうのは、 えー、だから、やっぱトレンドライン、斜めの概念によって支配されてるんですよ。あの意味不明な値、えー、動きたちっていうのはトレンドラインで、斜めの概念で説明できます。結局、人間がプログラミング組んでるものなんでね。はい。だから、彼、その、同じ人間である自分にその理解できないわけがないんですよ。うん。ね。だから、トレードに対してね、この斜めの概念っていうのはもう必須事項です。必須事項です。ねで。特にさっきから言ってると思うんですけど、騙、え、し、ー、が多いのは短期トレードじゃないですか。 でも、短期トレーイングの場合は、環境認識して、例えば、あ,あ、貝が強いな、貝が強いところに今いるなと思って、貝で攻めていっても、やっぱり騙しが多いから、やっぱり初心者の頃、なかなか勝てないんですよ、正直ね。<うん S 1> でも、その騙しっていうのは、やっぱりそのトレンドラインっていうのがえ大きいんですよ。やっぱみんな水平線を軸に最初見るから。そうでしょ。最初からトレンンドラインって 見てた <laughs> って話じゃないですか。僕はもうガンガン水平線で見てましたよ。やっぱ水平線の方が簡単だからさ。やっぱそれも一つ、初心者の人がまあ養分になりやすい、負けやすい、一、えー、つですね。うん、で、えっ、ー、と、騙しの対策。騙しの対策として、えー、一番重要なのはやっぱ環境認識ですね。環境認識です。はい、で、環境認識っていうのは、あのー、今、 横ばいなのか、それとも買いが強いエリアにいるのか、あるいは売りが強いエリアにいるのか、これを決めることなんですよね。うん、で、これを理解することによって、あの、まあ、短期トレードに限らず、長期トレードも、とにかく勝率が良くなるんですよ。うん、当たり前の話ですよね、うんいや。単純に女の子で考えてくださいよ。今、えー、自分にとってね、あの、口説きたいと思ってる女の子が、自分に対してどう、えー、自分のことを意識してるのか。例えば、 うんまあ例えばじゃあ学校のクラスメートとかね大学のゼミのメイトね一緒だとしたらそれ終わった後にに何々ちゃんさちょっとこのあとラーメン行かないみたいなハレットはみたいなまあ,あいいよみたいな普通にそうやって自然にそういう誘い合う関係ができてるのかとかねあるいはなんだろうなちょっと二人で歩いてて距離が近くなった時に何だろう男女を意識するかみたいな そういうので、環境、それも環境認識じゃないですか。それによってちょっと女性な側面、ちょっと恥ずかしがって、すぐに下向くとかさ、なんかそういう、まあ、相場で言ったらプライスアクションですよね。そういう反応を見せてくるかとか、そういうのを踏まえた上で、まあ、この子は俺に気がありそうだなって子に行った方が、当然勝率って良くなるじゃないですか。当たり前ですよね。告白が成功する、あるいは試合できる確率っていうのがえー高くなるじゃないですか。当たり前ですよね。それと一緒なんですよ。だからそれをまあやりましょうよって話です。騙し対策としてね、う。ん 逆行する。自分が持った方向ね。買ったんだったら、買いの方向とは逆行する。相場が下がってきたとしたらそれ逆行じゃないですか。その逆行リスクを小さくするんですよ。その逆行リスクを小さくするんですよ。その逆行リスクをえ環境認識をすることで小さくする。でも、その逆行リスク、逆行してくるリスクをゼロにすることでできないですよね。どんなに自分に気があるなって。 自信を持っていたとしてもね、例えばタイミング悪かったり、たまたま他の男ともう付き合うことになっちゃった、次の日に自分が告白しちゃったとか、そんなことも全然あるんですよ。当たり前ですよね。逆行リスクね、これをゼロにすることはできないですね。どんなに脈があっても自分が告白なり、気持ちを伝えたときにやっぱりダメなこともありますよね。で、その逆行リスク、どうしてもゼロにできないこの逆行リスクをケアするのが、 え資金管理とかポジション管理なんですよね。資金管理とポジション管理。皆さんが大嫌いだね <laughs>、はい。僕も初心者の頃はこ何も考えてなかったですけどね。うん、ねはい。ね、ここまでが、えー、と AI の、えー、話です、はい。どうですかね勉強になりましたかね勉強になったよという方は、えー、ぜひね、あのいいねボタンを押して、まだいいねボタンを押してない人は、えー、いいねボタンを押して応援してくれると嬉しいです。はい。いやばほい。ということですね。 えー、あとは、えー、と、さっきの、えー、と、ユーロードの1分足でエントリーポイントと、えっ、ー、と、のポイントを示したと思うんですけど、あれの、えー、と、詳細の解説は、えー、と、YouTube のメンバーさん向けに、あの、動画もすでに撮って、えー、アップしてありますのでね、えー、メンバーさんの人はぜひ、えー、チェックしてもらえればなと思います。はい。で、もしメンバーシップ、あの、まあ、月額2990円なんで、まあ、3000円かかるんですけど、えー、メンバーシップ興味ある、だけどな、どうしようかなって迷ってるっていう人は、えー、ぜひね、 詳細の解説動画を見れますんで、えー、と下の説明欄に、ね、リンク貼ってあるんで、そこから、えー、ぜひ、えー、ジョインしてみてください。はい、で、えーと、さっき言ったその環境認識と、えー、資金管理、ポジション管理、もうこれに関してはもう熱弁してます。これに関しては熱弁してます。当然、そのさっきの、えー、さっきの,、えー、とユーロドの1分足、どこ行ったこれですね、えーと。ここでエントリーして、 えここで決済したよという、なんでそこでやったのかというのを、トレンドラインと合わせて、全部あのエントリーの根拠と理学の根拠を全部話しますね。で、みんなが興味なのはそこなんですよ。でも、それはぶっちゃけ、重要度はまあ2割から3割ですね。それよりも、その前にどういう環境認識をやったか、そしてどういう資金管理とポジション管理をする前提で、このスキャルピングというトレードに臨んだのか、これが一番重要なんですよ。 なんで、す、え、で、ーまあ、にメンバーさんの方はもちろんだし、えー、メンバーシップ興味あるよって、ちょっと入ってみようかなという人は、そこに注目して、その動画を見てもらえればなと思います。はい、もう結局、そのね、ロウソク足に対してあの、無力なんですよ。我々トレーダーっていうのは。大口だってそうですよ。ゴールドマンサックスのね、その2、3人のトレーダーだって、莫大な資金を抱えていても、やっぱりあの、相場を自分の思いたい方向に常に動かせるかって言ったら、そんなわけないですからね。ね で、もうとにかく今すごく家にいる時間が長い期間だと思います。ね。あの、緊急事態宣言も出てたじゃないですかね。で、こういう時期に、ちゃんと勝てる。ね。ちゃんとしっかり勝てるトレーダーになるための、えー、基本ですね。で、もう、それも、それも全部、まあ、その動画の中で話しましたけども、とにかく地味なことなんですよ。みんながもう聞きたくないことなんですよ。ね。あ、楽できないじゃんっていう。うん。まあ、でもそこにやっぱり本質があるんだよね。だよね本当に、その、脱初心者したいっていう人は、 ぜひね、メンバーシップ、えー、加入してみてください,、はい。僕も本気です。本気です、そこは。で、あと、毎週、えー、と週末にですね、えー、と記事を投稿。まあ、記事もしくは動画になることもあるんですけど、基本的には記事を書いてます。えっ、ー、と、今週に関しては、えー、機械的にやるべきか、えー、柔軟性に、柔軟に取れーとするべきかというテーマで書いていきます。あとは、えー、と月末の全チャート解説、えー。ポンド、ユーロ、ドル、円、ゴードル、えー、ダウ、日経、ゴールド、原油。 えー、そういう主要チャート、全チャート解説します、月末に。月足が確定したら。であとは、えっ、ー、と、昨日のスキャルピングの,そのエントリー、理確の根拠を解説動画、えー、みたいな、えー、メンバー限定動画ですね。はいまあ、それは不定期になってますけど、大体月、えー、3本から4本、えー、上げてます、はいえー。まだ記事とは別にですね。はい、であとは、えっ、ー、と、メンバー限定のライブもなんかできるみたいなんで、ちょっとそれもね、あの今週月ですよね、ちょっと今月中に1回あのやりたいなというふうに、えー、思ってます。 ですねはいまあ、本気の方はお持ちします。本気の方はお持ちします。はい。はい、そしたらね、えっと、ここからは、えっと、チャート分析ですね。えー、っと、今日はドル円と日経、ダウ、えー、あと原油ですね。原油をやっていきたいと思います。えー、っと、下にね、えっと、目次作ってあるんで、コメント欄もしくは、えー、っと、下の説明欄を、えー、使ってください。ここまでのね、あの、動画、あ、でも30分くらいか。はい。 皆さんのね、時間もあると思うんで、えっと、おくじ使って、飛ばしてみたい方、は飛ばしてみてください。はい。そしたら、まずはドル円からいきたいと思います。ドル円は、えっと、東から見ていきますね。よいしょ。やーべ、え、なツ作ったんですけど、まあ、今日、今、これ、収録しての、夕方の6時38分なんですけど、なんか、動画撮る前に、カーボ炭水化物撮ると、結構、眠くなったりするんですよ、途中で。うん。だ撮らないようにして。 あのマコナリ社長知ってますよみんな。YouTuber の。マコナリ社長がナッツ完食に食ってるんで、僕もちょっと真似してナッツ食ってます。ナッツはやっぱ、あの、カーブはそんなに入ってないんで、炭水化物そんなに入ってないんで、そんなに眠かんないんですよね。うん、そしたら、えっ、ー、と、ドル円ですね。ドル円は、まあ、引き続き、えっ、ー、と、この冷やしの、えー、と三角持ち合いが、まあ、意識されてはいるんですけど、ちょっと下抜いてきてる動きが出てきてるんですよね。えっ、ー、と、ここの中で。 ここの中で、ここちょっとズームしてみていきたいんですけど、よいしょ。若干下抜いてきたかなっていうところなんですけど、まあ、ここの判断に関しては、いかんせん今日が、とにかく皆さんこれだけはしておいてください。今日、動かないんですよ <laughs>。結論から言うと。で、イースターなんで、えっと、今日金曜日なんですけど、日曜日がイースターなんですよね。で、 イースター前の金曜日、そしてイースターの、えー、次の日の月曜日ですね。これ、欧米が休場なんですよ。欧米が休場なんですよ。で、まあ、一応為替はやってるんですけど、まあ、基,本基本的にはあの若手のトレーダーがあのやってるんで、あの枚数も絶対持たせてもらってないし、大きいポジションも絶対持たせてもらえないんで、あのまず動かないです。まず動かないです。はい、ただ例えば、ツイッターでもさっきツイートしたんですけど、あの皆さんがね、FX トレーダーでもう、あの ガンガントレードしてるとしても、ね、専業でやってるとしても、結婚式、ね、大事な親友の結婚式がねあったとしますよ。そしたら、そっち行くでしょ。トレードその日休むでしょ。そりゃ、だって、一生に一回じゃないですか。結婚式って。親友の結婚式って。ね。それと一緒なんですよ。あの、やっぱキリスト教の人たちからしたら、やっぱイーサーってすごい重要なイベントなんですよね。うん。欧米の人って、そんとそういうのに敏感、敏感っていうか、すごく、やっぱ、みんなで取り組むんですよね。 だこれあのやっぱヨーロッパ、そしてアメリカも共通ですよね。で、例えば、えー、とロンドン、ね、三大マーケットの一つ、ロンドンマーケット、ロンドン市場、あのイギリスの人たちってあのサッカーイングランド代表とか、まあ、ラグビーの代表とかの試合の時もう相場全然動かなくなりますからね、もうマジそれぐらいやっぱり愛国心が強いし、宗教、まあ、に対してもあのやっぱり。 宗教心も強いですよね。日本人はこれやっぱ宗教とかないじゃないですか。無宗教な国じゃないですか。あとはやっぱり、なんだろうな、うん、まあサッカーの日本代表とかみんな好きですけど、ね、あのバレエの試合とかも地上波でやってたりしますけど、別に見ない人は見ないじゃないですか。ただ向こうも国を挙げてるので、やっぱりその、なんていうのかな、貴族心が違いますよね、うん。っていうところで、もう今日動かないんですよね。だからこの三角帽子に抜けたかどうかを今日の動きで判断するというのはなかなかちょっと厳しいですね。なかなか厳しいです。 まあもちろん薄商いになるんで、商いが薄くなるんで、そこを狙われる可能性もありますけどね、やり手の大口とかにね、ただ、すごい可能性は低いです、すごい可能性は低いです。はいうところですね、で、基本的には108円台ですね、この108円台は硬いなていうところですね、来週のオプションもここにセットされてるし、あとはこの緑のラインがフィボナッチラインなんで、ここ硬いということ、あとはこの白い移動平均線がここね、 これが、し、えー、の 200SMA になるんで、まあ、ここに関しては硬いだろうというところですね。うん、うん、ここが硬いですね。うん、なんで、もし108円近辺まで下げてきたら、まあ、そこはおしめ買いのチャンスとして、まあ、捉えたいなというところですね。捉えたいなってところですね。うん、そしたら、えっ、ー、と、時間足を落として、4時間足にしていきますね。 四時間足もえとこう見てもらって分かる通り、かなりえーとローソカシが今、もう小さいですよね、うん。で、環境認識としてはえとボリンジャーバンドの下にいるんで、基本的にはショートを狙っていきたいという局面ですね、うん。まあ実際このトレンドラインもえと抜いてきてる。怪しいですよね、この動き。抜けて、 反発してててからの安値を今狙ってるっる状態で、すねでこれちょっと冷やしで引くとちょっとでかすぎるんで、これちょっと4時間足でちょっとこの黄色のねトレンドラインの精度を見たいんですけど、うーん、ああ、もうでもこれでちょっとわかりました、うん。今こうやって、今映ってますよね。この反応点をこうやって結んでるじゃないですか。うん、でこれに関してちょっと更新していきたいんですけど、えー、ちょっと皆さん、あのー、 さっきの,、えー、とそのトレンドラインの,その傾きの話であの、ユーロドルの、えー、と1分足でいろんな傾きのトレンドラインを弾いてたじゃないですか。あれと同じことをやります。そしたらちょっと色変えてやりますか。ちょっと皆さん一回動画を並べて考えてね、どうするべきか。どうやって更新する、あるいは新しいトレンドラインを弾くか。これまだ抜けてるっていうふうには考えづらいですね。うん、そしたらやっていきますよ。そしたら、えー、とこの局面では、 しょここから引きますね。うん、これハマるんですよ。明らかハマってますよね。ちょっと細,細いけど、まあ、細い方があれか、歯磨きがつきやすいか。こう見てもらって、ほら、ハマってるでしょ。ね。だからまだ三角持ち合いは抜けたとは判断しちゃダメですね。うん、その時々意識される傾きって変わるんで、うん。で、ツッコミ入ると思うんですけど、えっ、ー、と、ここを。 が、えー、と突き抜けちゃうことになるじゃないですかみたいな、えー、意見もあると思うんですけど、まあ、いろんな傾きを AI が見てるんで,なんでそこはいろんな傾き引かなきゃダメなんですよ、ね。で、かつここって別にこの赤の新しく引いたトレンドラインが意識されてないわけじゃなくてここってしっかり、えー、とサポートにもなってるし、まあ、ここちょうど実体がここで止まってるじゃないですかだからここサポートにもなってるし で、その隣のロードとかシはこれ、レジスタンスになってますよね。だから意識されてるんですよ、ちゃんと。うん、だこういう感じで複数あの引いていきます。うん、いいですね、ドルエンちゃんいいよ。うん、基本的にあのチャート分析はもうだから、はいあの、昨日引いたラインそのままとかにあのしてますからね、うんで。その方が分かりやすいですよねあの。新しくこうやって引き直すんだよとか。うん、だから、この三角持ち合いも、この赤のね、これ。これも、 ここに引いて、まあ、伸ばしておくんですよね、うん。で、反発具合を確かめるってイメージですね。うん,うんなるほど。この三角持ち合いは、もう下抜かれてますよね。うん、で、さっき、えー、と具体例で出したこのピンクの水平線、ここが今レジスタンス化してる。うん、今安値更新できるかどうかですよね。ここの安値更新したら、えー、もう こ,れこの新しく引いたこの赤のトレンドラインの傾き、これが抜かれたらさすがにいないんで、もちろんね、週足とか月足みたいなあの同じようなものがあるかもしれないですけど、そういうのを見たりしますけどね、長期トレードの時はね。基本的に一旦ここの傾きを抜いたら、目先の日足の三角持ちのに関してはもう終了なんで、もうそこはショートを狙っていきたいなってところですね。で、えっと、これ今見てるのはドル円なんですけど、ちょっとドルインデックスも見たいですね。ドルインデックスは、えっと、 ドル円はドルと円じゃないですか。円に対してのドルの強弱でしかないんですけど、ドルインデックスに関しては、他のユーロとか、ユーロとか円とか、あと他のいろんな通貨との総合的ないろんな通貨との強弱でドルが強いか弱いかを判断するものなんですよ。基本的にドルインデックスが売られてたらドル円も売られてる可能性が高いですけどね。で、これ今1時間足ですよね。で、この、 移動平均ちょっと邪魔なんで消します。ね、うん、この、えー、と緑の三角持ちあるじゃないですか。これが今もう完全に下に抜かれてるんですよね。うん、で、ブレイクしたときに、ここの勢いが強いじゃないですか。ローソクカーシも大きい。でそういうときはやっぱブレイクの信憑性が高いんで、新しい傾き動向じゃなくて、 もう抜かれた可能性が高いんだなってだからここも1時間足レベルで、ローソカシでっかいじゃないですか。き綺麗だな、これ。ブレイク、ワンタッチして、安値更新ですよね。ブレイク、ワンタッチが綺麗にはまってるということと、えー、大,大きいローソカシで売りが入ってるんで、もう弱いんですよね。うん。うん、だドルインデックスがこんな弱いんで、あの基本的にもうね、ドル売りの,あの今傾向が非常に強いですね。うん、で、なんでかっていうと、あの、 ちょっと前まで、えー、とドル円で見た方がみんな分かりやすいかなドル円の冷やしで見たときの、えー、このこの上昇ですねよいしょあ間違えた追いかけきっちゃったこの上昇ですよ、うん、この上昇が、えー、皆さんも記憶に新しい、えー、とド,ルドルの需要が かななり高くなったことによる、えー、ドル高ですね、うん、でこれは、えー、みんなが、あのーまあ、特にファンドがですね、あのー、もう株とか原油が暴落したことによってめちゃくちゃ損してるんで、そのお客さんから解約請求が来るんですよ。うん、てめえ、俺の金どうなってんだよ、株、原油暴落してんじゃねえかみたいな。で、まあ、3分の1になってますから4分の1になってます。ってなったら、それ以上減らしたくないんで、お客さん、金持ちのお客さんたちが、あのー、もう解約するから、返せ、金って、残ってる金全部返せってでって。 ファンドって基本的に現金そんな持ってないんですよ。あの常に原油、株、債券、ゴールドとかリスクのある資産に投資してるんで、投資しないとお金増えないじゃないですか。ね、だから、えー、その持ってる資産を全部、金融資産を全部現金に変える必要があるんですよ。解約請求に応えるために。ね、それによる、えー、ドルの需要。基本的にその現金ってアメリカドルなんでね。うん、あとは、もう株安、原、え、油、ー、暴落によって、えー 投資するここと自体がもうリスクででしかなかなったんでこの時期はねだからもうとにかく現金にして持っていようというキャッシュの需要ですね。で、それも結局キャッシュとしての需要信用度が一番高いのは当然基軸通貨であるアメリカドルなんでそれによってアメリカのドルにえどんどん買いが入ってたドル高になったってことです。で、このドルの需要これがもうあの今は高くないです。なんでかっていうとそのドル高を懸念してそのアメリカの中央銀行である FRB がもうグン 金すりまくってるんですよ昨日新しく、えー、2兆3000ドルかな ?3000 億ドルか,だか。だから日本円で言っては大変ですよね。200兆円かな、うん、<laughs> ?200 兆円のもう金すってるんですよ。やばいでしょ。 ね、だからもうドルが十分に行き渡ってるんですよ。各国の中央銀行にも資金供給してるんでね。アメリカの中央銀行が日銀だったり、日本銀行だったり、他の国の中央銀行にもドルをしっかり資金供給してるんで、もうドルの必要、ドルがみんな、ドルが欲しい、ね。で、ドルの需要がイコール高い。でもそのドルの需要はもう満たされてるわけです。だからここからドル売り局面なんですよね。で、ドルが売られるっていうのは、やっぱりそこは、あの、もう、 にかなってるんですよだって、そんだけね、えー、日本円にしたら200兆円以上を新しくすりましたってなったら、とにかくドルの、ね、紙幣の数が多くなるじゃないですか、ね。数が多いものは価値が下がるんですよね。あのえー、とフランク・ミューラーとか、えー、ロレックスとか、ああいう高級時計っていうのは希少性がありますよね。品数が少ないじゃないですか。だから高いんですよ。ね、いいもの使ってるから。ねでも、えー、そこら辺のなんか、 良品店で売られてるあの安物のトゲだったら大量生産だからね、いっぱいあるから価値が低いわけじゃないですか。ね、そうでしょ。だから、ドルがいっぱいになってしまったら価値が低くなるんで、ドル売りになるんですよ。うん、だこっからは、どちらかというと、ドル売り円高の局面っていうのに入ってくる。高算は高いですね。うん、それやっぱドルインデックス見ててもそうですね。ドルインデックスのちょっと周波数見ますね。うーん。 先週ね、そのドル高ちょっと上がったんですけど、やっぱりどうしても、うん、この白い水平線あるじゃないですか。これがすごい重要な今レジスタンスなんですよね。で、これ抜けられないんだと、またこの赤のトレンドラインの中に戻っちゃうんですよね。うん、で、ドルインデックスの、えっ、ー、と、今、週足見てるんですけど、ちょっと突き足行きたいんですけど、突き足見ると、突き足三角持ち合いなんですよ。こんな感じで。三角持ち合いじゃないですか。で、赤のトレンドラインっていうのは、 えー、この三角持ち合いの上限なんですよね。で、ここを一回ブレイクしちゃうんだけど、それが上ひで騙しになってるんですよ。ね。だからこの赤のトレンドライン抜くかどうかってすごい重要なんですよね。月足レベルの三角持ち合い、明確に上抜いたらもうめっちゃドル高になるんですけど、うん、ただ今、ファンダメンタルズ考慮すると、月足とか周足の値動き見るときはファンダメンタルズも考慮しないとダメです、やっぱり。大きい値動きっていうのはファンダメンタルズを伴うんでね。 だからそれを考えると、今ファンダメンタルズ考えると、やっぱり今ドル売り局面なんで、うん。あ、ドル円に戻しちゃった。えっ、ー、と、ドルインデックスの周足ですね、周足ドルインデックスは見るべきですよ。ユーロドルとかドル円をトレードするんであればね。うん、だからここの赤のトレンドラインを抜いていくるかっていうのは非常に重要な話なんですよ。非常に重要な話なんですよ。うん、そう。だからここを今、値動きがこうやって、 音と,と、RSL あであれれかくしちゃった。値動きが、こうやって、狭くなっててるじゃないですか。三角持ち合いになってるじゃないですか。ね。周波してみてもね。この値動きが収束してるっていうのは、やっぱりここは、売りと買いが拮抗するってことなんですよね。売りと買いが拮抗する。売りの勢力は、えー、このトレンドラインの中に収めたいし、買いの勢力はもうどんどんドル高にしたい。ね。だから、そこが競ってるんで。だから、ここは、明確な値動きになるまでもう待ちたいっていうところですね。うん 逆に方向感出たらトレードはしやすい環境になります、うん。ですね。そしたらさっきドル円は4時間足まで見たと思うので1時間足も見ておきましょうか。まあ正直今日はトレードする必要ないですよ、まジで。うん。うん、えー、っと、1時間足見た時に、えー、っときにここの三角持ち合いですね。ここの三角持ち合い。 ここの三角持ち合いを、えー、下に抜いてきた、ね。で、新しい三角持ち合いが、この大きい三角持ち合いですね。これが今意識されてるってところですね、うん。まあでもさっきも言った通りね、もうイースターで休みなんで、はいえー、ここ、うん、もうローソク足がちっちゃいじゃないですか、やっぱイースター。もう今日祝日なんでね、そのさっきも言った通り。うん、やっぱな、まあ動かないでしょってとこですよね。うん でえー、ともしですね、えー、とドルヨの最後に、この三角持ちを下に抜いたらどこ行くか、えー、上に抜いたらどこ行くかっていう話をして、えー、ドルヨの分析は終わりにしたいんですけど、うんまあ、やっぱりフィボナッチラインですよね。えー、と直近のこの緑のライン、これがフィボナッチなんですけど、この上昇に対してフィボナッチを引いてるんですけど、 よいしょ。まあ、フィボナッチ分かんない人は、僕のチャンネルの,あのトップページから、えっ、ー、と、フィボナッチのね、再生リストを作ってあるんで、まあ、それを参考にしてみてください。それ全部、全部倍速で見れば多分30分くらいで見終わるんで、あの、フィボナッチのマッサーになります。はい、で、今、えー、っと、ここに、現在地ここなんで、うん、まあ三角模写してなけたまずは、下に抜けたら、まあ、まずここですよね、うん。で、上に抜けたんだったら、ここ、109円。うん で、しばらくはレンジになるかなと思いますね。やっぱりここ、ここは、ここって、あ、なるほどね。ここか。ここは GPF は買ってこないと思いますね。輸入企業がおそらくドル買いを仕掛けてくる可能性はありますね。うん、ここの上はとにかく輸出の買いが入ってくるんで、うん、ドル円というのはやっぱりその企業の、ね、実需の流れもあるんでね、うん。やっぱり下へのバイアスの方が僕は強いかなと思いますね。うん、GPF1 回ここで買ってるんで、そんなにあの基本的には、 ここより安くならないと新しく買ってこない。そういうスタイルなんで、買い下がりのスタイルなんで。ですね。まンダ圧力の方が、やっぱドル売り圧力がやっぱりさっきも言ったとり強いんで、やっぱりまあダウンサイドを警戒したいですね。ドル円はね。っていうところですね。OK。そしたらドル。ドル円とドルインデックスに関してはここまでにします。そしたら、えっと、次が。 ドル円終わりの次日経ですね、うん。で、株はまだ強い局面続きそうですねで。ずっとボールが来るって言ってますけど、あのすぐ来るわけじゃないですよ。うん、あのとにかくあの節目まで引きつけることですね。日経はもう2万700です。2万700。いやーもうね、あの、それを、久しぶりだな、日経のスイングとか。楽しみですね。まあ、損切りになっても、それが損切りになったら上でしょうっていう、もう、そういうふうに、あの、しっかりね、 あの土手を前提に入れるところでしか、まあ、やらなければいいという話なんでね。よし、日経のチャートの準備ができました。オッケー日経の冷やしは今これですね。うん、なるほど、昨日引いた三角持ち合いがまだ効いてますね。うん、今1万9440なんで、まあ、僕はまだここから1000円ちょっとは上がってくるというふうに思ってます。はい、もうここから下がり始めるんだったら、もうそれはもうしょうがない。 ここでやって一発売り入れとくっていうのはちょっと危険なんですよね。まあこの青い水平線がね、えー、昨日も言った通りこれ月き足のフィボナチラインなんでここはねやっぱ意識されるところなんですよね。うん、まあ上髭で買い入ってますけどまあ、えー、とその上髭で売り圧力が入ったところを、えー、新しいロウソク足たちで実体が追っかけてるんで、まあ、これ僕は髭の追っかけって言ってるんですけどこの追っかけが見れてるんでまだやっぱおしめが入ってきてるんですよね。うん、で今のところはこの三角持ち合いが、えー、効いてるってところですね。うん でもう次、えー、この三角持ち合いを、まあ、上に抜けてくれたら次の節目っていうのがあ、冷やしであれしないんだ。ちょっと一回中足いきますね。そう。うん、そうなんですよ。このさっき見たこの青い水平線ここを上抜けたら次の節目ここなんですよ。この紫のトレンドラインと えー、この黄色いフィボナッチライン、ここなんですよ。ここが2700なんですよ。で、2700っていうのは、えーまあ、トリプルトップのネックラインなんですよね。映っちょる映っちょるね。トリプルトップ、ね。この黄色い水平線がちょうど意識されてる、えー、ネックラインなんで、うん、ここまで引き付けないな。 かつ、この紫のチャンネルのブレイクワンタッチですね。この紫のチャンネル、あのー、こうやって意識されてるんですよ、こうやって。ほら。ね。この意識されてる、えー、サポートを、えー、まあ、暴落によってブレイクして、で、ワンタッチで、売りが入りやすい局面ってことですね。うん。まあ、どちらにせよ、ここで一回に売り圧は働く構想が非常に高いですね。うん。だから 下がってくれればそこで縦値にエントリーしたレッドにストップを置いちゃえばもうプラマイゼロでリスクゼロですよね。で万が一もうそこの節目をポンって抜いてきたらそんな強い節目をね、週足レベルのトリプルトップのネックラインを簡単に上抜いてきたとしたらそれはもう強すぎる流れなんでもう損切りして土手でロングできるよねって話です。そういうところでしか長期足はもうトレードしない方がいいですね。 やっぱ長期間、長期トレード、スイングやってさ、スクミゾンが長いと萎えるしね。うん、まあでもな、そうなることもありますけどね、当然。まあ段階的に入りますけどね、2700まで引きつけて、あの、ある程度えっ、ー、と、乱高下は許容しないといけないんで、はい。なんで、一発目に全力で入らないっていうのはすごい大事ですね。うん、そしたら、さっき冷やしは見たんで、4時間足と1時間足を見ておきましょう。うん。えっ、ー、と、三角持ち合いですね。 まあ、目先はこの三角持ち合いですよね。でとにかく上に関しては、えー、この、えー、青い水平線、月き足レベルのフェボー持ち合い、ここを抜けるかですね。ここを抜けるかね。で、その次、まあ、下抜けたら、ここですよね。三角持ち合いを下抜けてきたら、ここの、えー、直近安にチャレンジ。もうでもこの展開になったら、もう相当弱いですね。上に行くのは非常に難しくなります。うん、逆に僕は、 上から売りたいんで、この三角をもちろん上に抜いてほしいです。ただ、下に抜いちゃうといきなり下がるっていうよりは僕はもみ合いになると思います。こう。うん。しばらくレンジやるでしょうね。うん。一番つまんねえけど、でもやっぱ再び大きく動くためにはその期間が必要なんですよね。一、うん、1時間も見ておきましょうか。1時間はでも強いですよね。うん。うん、1時間は必要ですけど、まあ。 どう,だろう,なうんこれちょっと色変えたいなまあ足をどんどん下ろしていけばまあ新しい三角持ち合い新しいっていうか 一時間足は三角持ち。今一時間足見てるんで、一時間足だったら一時間詞は三角持ちがやっぱこうやってあるんですよね。うん、どうだろうなってとこですよね。まあこういうのを見て、まあ、トレードしていくってとこですよね。で、短期足に行けば行くほど、また、あの、引けるトレンドラインっていうのは多くなるんですよね。うん、例えば、まあさっきの、えー、と AI の話ですね。例えばこことかも引けますよね。うん、あとは、うん。 ね、ちょっと黙っちゃいますけどあとは、まあ、単純にもう完全にひげ先に合わせておくとか傾き変わりますけどこういうのも意識されたりしますねだいろんなトレンドラインをあの引いて準備をしておくというところですねです日記はこのぐらいにしましょうよっしゃー はい、次はダウ平均に行きます。ダウが僕ずっと2万4000って言ってたじゃないですか。でもダウ2万4000、昨日も日経をもう置いてけぼりにしてどんどん上がってってたんですよね。うん、いや、でもダウ買,買おうかあの、売ろうかちょっと迷ったんですよ。でも売らなかったですね。うん、でも売らなかったです。はいまあ、ちょうど2万4000には、えー、昨日タッチして、で、ちょっと売り圧入ってますよね。あ、ごめんごめん。アップね。またやりそうだった。 はいこれダウ平均の15分足なんですけど、しに持っていきましょうか。今は上昇ですよね。で、月足で引けるトレンドラインがこれ水色のものなんですけど、ここが2万4000円水準なんですよね。ここね、だから2万4000円ちょっとタッチしたんですけど、まあ、売り圧がかかってきてると、う。ん まあただ、ここのトレンドラインで一回改善を受けて、で、まあ、こういう感じで三角持ち合いにまあなってくるかなと思いますね。まあ、まだ強いですよね。やっぱり、そのさっきから言ってるアメリカの中央銀行が、もうドルすりまくってるんで、結局、いつか金余りになるじゃないですか。金が余るんですよ。今はみんな働けないからお金欲しいっつって、もう政府がお金っつってあげるよって言ってるわけですね、アメリカは。でもその 状態が続く、でもいつかその、あの、ロックダウンとか、いつか解除されるじゃないですか、いつかはね、ワクチンとかもできるんで、そうなってきたときに、結果的に金すりまくったその金って余るんですよ。ね。経済活動が復活すれば。そしたら、これが今度、どこに向かうかって言ったら、株式に向かうんですよ。だから、こういう、えっと、経済活動の自粛が長引長,長引くほど、回復がバブル期になりやすいんですよ。そこを皆さん、頭に。 もう耳の中ポジテて、今の箇所はもう500回ぐらい聞いてください。はい。ただ、こっから正直、そのさっき言ったえと日経の2万700とか、このダウの2万4000をもう簡単にぶち抜いて、もう高い個人、もういっちゃうんじゃないかみたいな流れになってしまったら、もう2番底は来ないですね。そう。逆に言ったらバブルも来づらいですよ。やっぱり、お金をする時期が短くなるってことなんでね。言ってる意味わかりますか今かなり本質的なこと調べてますよ。うん。っていうところですね。 そしたら、ダウ、ちょっと、えっ、ー、と、冷やしから4時間足に降りますね。なるほど、冷やしじゃない、4時間足の 200SM、きれにブレイクワンタッチしますね。1回目レジスタンス、2回目でブレイク、ワンタッチして高値更新。うん、で、この突き足の24000で、ちょっと売り圧が出てますね。うん、売り圧出てますけど。 ただ上ヒゲ違う、下ヒゲになってるんで、今日の冷やしのローソク菓子が。今これ夜の7時5分なんですけど。なんで押し目が入ってますね。押し目が入ってる。うん、まあ、ぶち抜いちゃいなって感じですね。いや、でもやっぱり2700に、日経の2700に合わせたいですね。そう。昨日も言った通り、ダウのこの24000に関しては、ちょっとチャートパターン的に、日経はトリプルドップのネックラインって分かりやすいんですけど、ダウのこの24000って、ちょっとね、月足のフィボナッチライン っていうのは大事ななとこなんですけどちょっとねあの、テクニカル的な根拠としては薄いんですよね。まあ、突き足見たときに、そう、ここなんですよね、これ。直近のこの動き、この丸の中ってもうここ関係ないじゃないですか。うんまあ、確かにここの2つの山のネックラインではあるんですけど、 うんまあ、これだけだとちょっと買えないなってとこですよね。あ、買えないな,じゃない、売れないなってとこなんですよ。だから日、だから日経で攻めようと思ってます。はい。うん、ですね、うん。そしたら、えー、っと、1時間足。4時間足さっき見たよね。1時間足見ましょうか。1時間足は、えー、っと、あ、この三角持ち合いね。ここの三角持ち合い。昨日引いたこの三角持ち合いは上に抜けて、えー、ね、強い要線で抜けましたからね。そういう時は、やっぱさ、あ、 強い流れになるなってわ分かるわけですよね、ローソク足の強さでね。うん。次がこの三角持ち合いですね。常にこの高値の切り下げイコール売り勢力、安値の切り上げイコール買い勢力、この2つのバトルが絶対行われているんで、三角持ち合いはどのチャートを見ても、どの足を見ても必ず出現してます。そしたら、えっと、最後15本足。うんなるほど。 でまあ、冒頭で話した AI の形でいくんだったら、例えばこことか。うん、あとは。うんなるほど。もう弾けるものはね、全部引いといた方がいいです。これも意識されてますよね。だもし落ちてきたときに、一つサポートとして機能する可能性ってあるんですよね。うん あと、ここですね。こことか。うん、まあ、こういう感じであの引いて、AI と仲良くしてみてください、皆さん。OK、うん、ダウ平均はここまでにしましょうん。ラスト、原油ちゃんですね。原油はね、もう、語りたいことがいっぱいあるんですけど、ちょっと原油の準備をしよう。 原油は、えー、と昨日ニュースでオペックプラスっていう、まあ、その原油の価格を、あのー、話し合う会議があったんですよ。で、減産になったんですよ。減産、ね。で、減産したらさっきの、えー、と腕時計の話と一緒で、減産っていうのは量が少なくなることじゃないですか。ね、だから量が少なくなるってことは、それイコール、あのー、価格が上がるはずなんですよ、ね。ロレックスみたいな希少性が高くなるから。ね、でも、昨日は減産が決まったにもかかわらず、 えー、価格が上がるんじゃなくて下がったんですよ。逆だったんですよ。で、これなんでかって話なんですけど、これちょっとツイッターで説明したんで、ツイッター貼っときゃよかったんですけど、ちょっとこっちで説明しますね。えー、とどういうことかっていうと、まあ、要するに、きのう、日1日で1000万バレル、まあ、バレルっていうのは原油の単位のことですね、まあ、要するにまあ1000万、もうバレルとかわけがなくなると思うんで、1000万で言います。1日1000万の、えー、原油を、えー、減産しようってなったんですよ。 じゃあ、そしたら価格上がるはずじゃないですか。でも、これなぜならなかったかというと、今、その新型肺炎の拡大で、原油の需要がそもそも落ちるんですよ。だって経済活動止まってるじゃないですか。だから原油があまり普段の生活の時ほど必要とされてないわけですね。で、その需要の減少、ね、経済活動がほ,どほとんど行われてないじゃないですか。食料品とか。 医療品以外ね。それによって、原油があまり必要とされてないね。で、どんぐらい必要とされてないかっていうと、3500万え必要とされてないんですよ。ね。わかります ?3500 万、そもそも必要とされてないんですよ。今の世の中では。で、その中で1000万下げたところで、ね。だから、3500万より多く減産すれば、え原油の価格は上がったはずなんですよ。ね。でも、 3,500万より少ない1,000万しか減産しなかったから原油は上がらなかったって話です。OK です。超大事です。はい、じゃあ原油の東見てみましょうか。だから昨日下がったからまた20ドルね、割り込むかっていう動きになってきましたよね。うんまあ、直近のこの暴落ですね。この暴落から、えー、反発の上昇をね、先週の金曜日かな。今日金曜だから金木水 金曜と月曜か、選手の。そう、ここでね、反発の調子を見せたんですけど、まあ、戻り売りに押されてますよね。うん、で、東の、えー、とミドルライン、ここのミドルラインに、を明確に今、上抜けることができてないってとこですね。うん、で、ここはね、やっぱり不合チライン使いたいんですけど、うん、えー、っと、うん、今、ちょうど61.8%戻し。 で止まってるけどこれ78.6まで来るともうちょっと基本もうアウトですね78.6ってもうギリギリなんでまそっから解除さえられてバッコン上がることもありますけど結構売られちゃってるんで基本的に全戻しになることが多いですはいまあただしあの原油に関してはあの FX と違って商品なんでファンダメンタルズの影響バチコン受けるんですよだからすごい難しい相場ですよしかもハイボラティィだしで取引量もねもの少ないからその FX と,と比べるとね だからもう、ボラティティが高いんでね。基本的に素人とか手出すもんじゃないですね。僕もあの、原因の取引、まあしたことはありますけどね。はい。でもあの、今やろうと思わないですね。危険、危険しかない。リスクしかないです。リスクしかないです。リ,リスクしかないですよ。なんかヤクザ3人とつながってる女の子をなんか、あれですよ。奪いに行くみたいな感じですよ。よっぽど好きでもそんなことしなくない <laughs> いや、本当に <laughs>。それぐらいリスキーですね。もう、 リスクしかない、100%だみたいな感じです。はい、それは4時間足いきますね。うん、あ、そういうことなるほど。えー、っとですね、まずここの2つの、えー、っと、あ、間違えた、お絵かき、ここの2つの安いの切り上げ、ここに対してトレンドラインを引いてあげたいですね。 はまりますねだから今ちょうど止まるところ、買い支えー、が起きるべきところで買い支えー、られるってことですね、ここがね。うん、いいよ。ゲンちゃんいいよ。いいよ、いいよ。これ分かる人、あのこの間スキャルピングのライブさせてもらったんですけど、その時もね結構反応してくれる人がいて嬉しかったです。うーんなるほど。ここと、あともう一 こっちも引いいきたいですねうんあとはまあさっきのねあの AI の話でね言ったらあとここもですね。あとはここもですね。こういうのを紙してですね。 まあでも基本スキャルピングとかデイトレードで使ってった方が僕はいいと思いますけどね答えがすぐ出るしやっぱこういう今のファンダメンタルズが大きい影響力を及ぼしている時期にやっぱスイングをあえてやるっていうのはかなりリスクが高いんですよねもう逆に振れ行ってしまったのも止まんないですからね危険度が高いですねじゃあ1時間足ね1時間足見たら こことかもそうだしね。うーん。まあ、なんで、目先は、えー、っと、こっから反発してきても、まあ、まずここですよね、ここ。この傾き、ああ、ちょっと、見づらくてごめんなさい。ここの傾きに対してプレスアクションを見たいですね。うん、で、それを抜けてくるんであれば、ここ抜けてきたら、次は、大枠のこの三角持ち合いの。 この,この傾きですね。ここが三角持ち合いになるんで、ここで一旦売り圧力が入ってきやすいんで、ここをプライスアクション確かめて、買われるんだったら次ここですね。うん、っていう感じです。で、次、えー、売られた場合ですね。一番強いサポートってここなんで、うん、だもう今そこにサポートを受けてるんで、ここはまあ改造さえきますよね。 ここで売られたときに、ここに張り付いて落ちるんだったら、次ここまで、このラインまでっていうところですね。うん。まあでも、原油でスキャルピングやりたいなんて、まあ全くもって思わないですね。やめた方がいいですよ、皆さんも。ヤクザに、ヤクザ3人とつながってるんですよ。そんな女の子、メリットありますなんか人生レベルのリスクじゃないですか <laughs>。マジで。はい。 はいじゃあ現役ここまでにします。OK。そしたらここまでですね。はい。そして最後まで見てくれてありがとうございます。なんかね、昨日、あの、投資で見てくれてる人、あの、途中だけ見てる人、どんな感じなのかなって、あのコ、コメントくれた人が多分結構いて、で、大体がなんか投資で見てくれてるって、あの、答えてくださって、えー、ありがとうございます。はい。で、えっ、ー、と、チャート分析に関してはね、あの、木材を必ず作るようにしてあるんでね、はい。あの、今後も活用していってください。そしたら、えっ、ー、と、今日は金曜日ですね。はい。 まあ土日もね、動画頑張って作ります。土日は、えっと、ダウリロンのえもう完全版の動画。あと、日曜日何にしようと思ってたんだっけえっと、後でメモって、メモってあるんで、ちゃんと忘れてないですま。まず、明日、ダウリロンのね、動画を出していきたいと思います。はい、そしたら、今日もありがとうございます。じゃあ、バイ、you